こんにちは肉です今回は NiziU のスペシャルな情報が出たのでちょっと皆さんにお伝えしようと思います今回は特に NiziU の佐賀公園に行かれる方にスペシャルな情報となっていますので、まあ、行く方も行かれない方もちょっと最後まで見ていただけたら嬉しいですということでね今週末佐賀アリーナで NiziU のねライブが始まるわけなんですけどなんとね その行く時にそのバスみたいなのがあるんですよで臨時バスが多分出ててその会場まで行けるみたいな感じだと思うんですけど今回そのバスがですね 二重使用になっていいますということでねこんな感じで今出てるんですけどもうバスの行き先が二重ライブウィズ e 2 0 2 3ココナッツフェス行きなんですよもうこれ見ただけでうわって感じじゃないですかでもこれだけじゃないんですよもっとねすごいことがあってもうこれ絶対私ねもう乗りたすぎて乗れるんかなちょっと分からんけどちょっと乗れたら乗りたいなって思うんですけどもう一つね素晴らしいなって思ったのがこちらなんか行き先のとこあるじゃないですか横に書いてあるこれが二重 z i 2 0 2 20? ウィジューナの行き先がもう素敵じゃないですかもうこういうところも細かいところまで凝ってくれてるのがもう本当にもう乗りたくなるし、まあ、佐賀に行かれた方は本当にこれもスペシャルな記念になるなっていうふうに思ったのでちょっと皆さんにお伝えしました。もうこれは やーばいんですけどってかなんか今までねそのサガーアリーナで20が2人2組目なのかな前にビーズさんがやってビーズさんの時もなんかバス C を変わったんですけど20もねこんな風にバス自体を変えていただけるぐらいのグループなんやなって思うと応援ねさせていただいてありがとうございますっていう風に正直思ってますはいそしてですねもう一つねこれはね多分皆さんも見た方いるんじゃないかなって思うんですけど20がね今年も スノーのオリジナルフレームとスタンプを出したということでですねこれめっちゃ可愛いんだけどスノーのねアプリ持ってる方はすぐ見れるんですがこんな感じで NiziU がねスノーに登場してるんですよでなんかね今回はそのキャラクターをね選べてその何自分でここのいつに持ってきたいみたいな感じで動かせるんですよなのですごい良かった個人的にこれ撮りやすいなと思ったのですごい良かったしさらに撮影した写真や動画に n i z ココナッツフェスをつけてツイッター投稿した。 移住,移住モバイル化ダブル会の中から抽選で27名様に。 オリジナルフレームで撮影した二0メンバーの直寿さん入りソロ写真がえー、欲しいんですけど、ちょっと楽しみだなと思うんですが、こんな感じで、めっちゃ可愛くって、フレームの方も可愛くって、やっぱり二0がね、つけてるだけで何でも可愛いんですけど、もうスペシャルなね、こんな感じのも出たので、ちょっと皆さんも一緒によかったら、今年の夏、友達とこのフレームを使って写真を撮ってみたらいいんじゃないかなと思います。個人的にもね、これやっぱり撮りたいなと思ってるので、早めにちょっとね、撮ったらまたどこかに載せれたらいいなと思います。こんな20ほどね 可愛く撮れないんですが、まあそれもそういうことでしょうということで楽しみにしたいと思いますそんな感じでねこれからも NiziU の最新情報などあれば動画にしていくのでよろしくお願いしますそして今日ねついに NiziU のココナッツがですね初披露あと9時からかな9時台かなに放送されるということでそちらも楽しみにしています本日もご視聴ありがとうございましたまた次の動画も見てくださいそれではバイバイ